はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤッソでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の歯医者の報告でございますけどもね、人と人との心というのはですね、いつも当たり前に分かり合えるものではなかったようです。まあ、クリスマスにね、こんなお話をするのもあれなんですけども、僕の希望としましては、昨日のね、歯医者での治療をしてもらいたいという希望としてはですね、他の小さな虫歯をする気持ちだったんですけども、どうやらですね、奥歯と親知らずの治療をまたやっていくみたいなんですよ。というのもですね、前回の治療のね、結果をね、その前回の担当してくれた先生とシェアしたところですね、僕の体の状態と照らし合わせてみたら、なんか体はね、その歯を抜いても良さそうな状態にまでなって、抜いた方が良さそうだと、なんかそのように判断されたようなんですけどもね。しかし抜くか抜かないかでですね、その虫歯の部分を削ってみて、その残った歯の状態で抜くか抜かないかを考えていくということで、削って残った部分で銀歯なりね、その新しい歯を乗せることができれば、まあ、そのようにやっていくし、もし削るなあかんところを全部削っていって歯が残らなさそうならば抜きますということをね、告げられたんです。なのでね、まあその周りの他のね、小さな虫歯っていうのはね、まあもうしばらく放置することになりました。だからね、歯のこの歯根部分って言ってたじゃないですか、昨日ね、その歯の根元の歯根部分っていうところあるんですけども、そこが黒くなってしまっているところを、まあ、そのまま放置なんですよ。なので今回は奥歯の仮蓋を開けられて、穴をほじくられて、お薬を入れられて、また仮蓋をされて終わりました。しかもね、いきなりですよ、麻酔なしでドリルでガリ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 ってやられたので、ほじくられた痛みとね、そのお薬が染みる痛さをね、残して帰ってきたんですよ。診察が始まってね、僕はその前回に言われたようにですね、まあ、周りの他の小さな虫歯を治療してもらえる気でおったわけなんですよ。で、僕前回もお話ししましたよね。で、昨日もお話ししましたよね。ここの奥歯と親知らずのところはもうあまりにもひどすぎるから、ちょっとこのまま置いといて、進行しない状態で置いときますから、他の虫歯を先にやっていきましょうって言われたんですよ。でもね、その先生がそういう風に言うからね、結局奥歯から始まったんですよ。もうそれにちょっとね、驚いてしまってですね、だからいきなり削り始めるからですよ、その麻酔をなしで削られる恐怖を感じながら、両手をこうギューッとね、こうね、握りしめてました、ずっとね。そしたら、前回詰めた仮蓋があまりにもなんか硬すぎたようで、先生が、うわ、めっちゃ硬いなぁ、ドリル変えるから、ちょっとあれ持ってきてって一度中断されてですね、ドリルの刃を交換されたんですけども、もうそれってもっと硬い強いドリルの刃に交換するってことじゃないですか。だからそんな会話をね、聞いてるからね、もう凄まじい衝撃が僕を襲ってくるかと思うでしょう。ほんでドリルの刃を交換して再開されたらね、バキッっていうそのすっごい大きい音がして、何の音かと思ったらね、詰めてたもののやつが割れた音だったんですよ。ほんでね、その中に詰まってた消毒液をこの含んだコットンをね、こうピンヤツリットでピッてこう引っ張り抜いて、ねじれた針金でね、こうガーッとほじくられて、残ってる神経をね、少し抜いて、で僕がその瞬間に痛いってこう叫んだら、ああまだ痛いかっていうね、その先生がボソッと言って、それは麻酔してへんからね、痛いやろって感じなんですよ、こっちからしたら。でほんでね、そのプールの塩素の匂いのするこの臭いね、消毒液を塗られて、コットンをまたこう詰められて、仮蓋をされて仕上がりまして、そんな状態でね、次の予約っていうのはね、まだ年明けなんでね、まだ時間空くんですよ。だからね、もう年内の予約は空いてなくて、年明けすぐも空いてなくて、今度はね、その1月の後半までに空いてないんですよ。だからまあそれまでにね、今回の詰めた仮蓋がね、持つかどうかがすごい不安なんです。そうなんですよ、今回の蓋はね、前回と違って、前回の違う先生とまた違ってね、そのつけた瞬間からね、結構ボロ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 こう崩れてくるようにね、そのカスです
カスかな砂かなわからんけど、カスでしょうね。砂じゃないですけど、絶対そのカスがポロポロポロ出てきてね、家ね、車で帰ってるんですけど、その間にね、もう全部取れてしまうんではなかろうかってね、不安にさせるぐらいのね、素材がね、ふわーって出てきて、まあ、今はもうその材料がしっかりね、固まってくれてますけども、まだその以前のようにね、この冷たいものが全滅してしまうとですね、まあ、今回のその削られてる規模が結構大きすぎるので、で神経がむき出しになって、痛くて気絶しそうな気がするんですよ。まあ気絶は言い過ぎですけども、まあ、痛みはほんまにそれぐらい来そうなんです。ほんでまあ治療のね、違和感もありまくりやったんで、帰ってからの料理もね、満足に食べることもできませんでした。食欲不振もええとこですよ。まあ、ね、痩せれるからええんですけどもね。で昨日はね、クリスマスイブなんで、唐揚げとナポリタンとサンドイッチでね、もうパーティーですよ、みんなでね。で子供はね、こう美味しい美味しいと食べてくれましたので、もそれはそれでよかったんですけども、まあ、僕が唯一食べれたのがね、奥さんの手作りのチーズケーキでしたね。あれは柔らかくて美味しかったですね。まあそんな感じでね、他の小さな虫歯をやっていくと思ったら、大きな虫歯の続きをされたというお話でございました。それが昨日のね結果報告でございます。そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。